経営者の目線でデビルマンを語るとどんな作品、どんなに企業理念だとか志だって言っても、あなたの本当の心の奥底に潜んでいる闇って何ですかっていうところまで見ないと。酒井徹でございます。藤本です。 CEO チャンネルをご覧の皆さん、ありがとうございます。このチャンネルは経営者が経営者の目線で物事を語ったり紹介するチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。乾杯で。乾杯。あ、こっちから。日本酒でいきますか。日本酒からいきましょう。いきましょうか。じゃあ改めて乾杯。よろしくお願いします。お願いします。で、今回酒井さんにご紹介いただく作品は、はい、永井豪先生のデビルマン、はい、こちらデビルマン、はい、はい、お願いします。あの永井豪先生の作品が世の中にゲッタローだったりとか、はい、マジンガー Z だったりとか、うん、まあ、デビルマンも含めて世の中に広く皆さんが知っている作品というのはよく分かってるんですけれども、なぜデビルマンに惹かれたかというと、ふとしたきっかけでネットで調べてたのかな、なんかや、もうあまりにも救いがなくてやるせない漫画があるっていうのがなんかネットで上がってて、はい、見てみたら40年以上前の、50年近く前の作品ですよね、デビルマンって。1970で、そこから1年連載で終わったんですね、はい。終わり方がやるせないのと、人間のその闇みたいのをこれでもかっていうほど出してくるんで、うん、これちゃんと買って読まなきゃいかんなと思ってデビルマンを読んだんですけど、うん、これデビルマンの話をするときってすごく難しいんですよ、はい、なので今回はネタバレありでいきたいと。ネタバレありで、確かに、はい、じゃないと、うん、コアな子は何も話せないですね。結局悪魔対人間の話だったのが、気づいたら人間対人間の話にすり替わってて、うん、結局人間勝手に疑心暗鬼と自分たちが生き残りたいから怪しい敵だと思うものを勝手に殺し始めて、それが同士討ちになって気づいたら人間全滅、うん、主人公を支えてくれた一家も全滅、うん、そもそもデビルマンがどういう話かっていうところも紹介しておきたいんですけど、主役工藤明とあとアスカリの中心となるのは明と亮の話だと思うんですね、うんうん。それアキラとリョウがある日、リョウのお父さんが持っていた石の仮面をかぶってこう悪魔を下ろして悪魔と合体してしまうんですね、はい、で悪魔と合体したんだけれども、その人間の心っていうのを持ち続けて、ここタイトルなんですけど、デビルマンの意味、悪魔が乗り移ったんだけど自分の自我、人間の心を持ったまんま、合体した人のことをデビルマン、はい、って言います。で、アキラはそれになって、うん、人間社会の中でどん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 その悪魔と合体する人とかデビルマンになる人間とかが出てくる中で、うん、じゃあ人間対悪魔対デビルマン、うん、どうこの世界の中で生き残っていくのか、うん、っていう話だと思います、うん。どんなエピソードがその酒井さんの中で惹かれてるものとかってありますか？悪魔に乗り移られた人間を殺さないとうちらは殺されると、うん、恐怖に駆られた民衆たちが、はい、不動明が住んでいたお家を襲撃して、はい、美樹ちゃんとか、うん、あの大切にしていた家族を、うん、留守の時に皆殺しにしてしまう。あ、ザ・終盤ですね。組織というか、あの施設あったじゃないですか、はい、あの悪魔を滅ぼすための施設、うん、人間が作った施設、うん、で不動明がそこに救出に行って、はい、デビルマンが救出に行ったんですよ、人間を、はい、でそこの施設の、まあ、職員というかが、はい、いや俺、うちらは何も悪いことしないんだと、悪魔なんかは殺していないと、うん、俺がうちらが殺したら人間だけなんだ、許してくれみたいな発言して、うん、でデビルマンが怒り狂って人間を殺した人間を焼き殺してしまうみたいな、うん、俺は悪魔の姿になったが人間の心を失わなかった、うん、だがお前らは人間の姿のまま悪魔になった、うん、これが俺が身を捨ててでも助けようとした人間の本性か。うん、嫌ですよね、うん、あれはもう悪魔と人間の戦いっていうのを置き換えてますけど、うん、いろんなものに置き換えられますよね、はい、あそこのシーンって、うん、まあそれ終盤ですけど、ビルマンってもともと一番初めはやっぱそのデビルマンとその他の悪魔たちの戦いだと、うんはい、ね、うん、シュレルのことを好きだった悪魔と合体して、うん、もう最後力振り絞ってデビルマンに襲いかかったけど、もう体力が尽きてとどめ刺さずに死んでしまって立ち尽くしたまま、はい、夕日を浴びる姿、はい、があまりにも美しいと。もともとは不動明に合体したその悪魔っていうのがアモンってあったんです、はい、
その悪魔連合の方の仲間に引き入れるためにいろんなのがこう接触してくるんですけど、今おっしゃった試練だったりとか、他で出てくる人面だったりとかっていうのも出てくるんですけど、どうもデビルマンになってるわけですから、それが叶わないっていうので、みんなまたその勇者の力で破れていくっていうのが序盤の足利だったんですけど、裏で手引きしてるのがアスカリョウなんですよ。アスカリョウどこまでわかります？アスカリョウっていうのがそもそもなんでああいう立場になってってもわかります？元々は天使なわけじゃないですか。天使じゃないです、サタン。作戦のためにあえて記憶を失って人間社会に取り込んだんですよね。元々アスカリョウ自体は交通事故で死んだんです。交通事故で死んでアスカリョウに成り代わって人間がどういうものか観察しようとした相手。なるほど。そこで今おっしゃったように自分の記憶を消して人間として溶け込んでたんです、うん、全部アスカリョウの思い通りに進んでいくんですよ、物事が、うんうん、なんでなんだ、うん、ってなって、しばらく事件が進んだ時に、うん、サイコジェニーっていう顔のでかいやつそう、あれが迎えに来た時に記憶を取り戻す、うん、あ、そうだったんだ、うん、ってなって最後のデビルマン対悪魔との大戦争、うん、デビルマン自体って実はあの後話続いてるの知ってます？あの本屋にあの後続編だったりとかをあるのかなと思って探しに行ったら結構最近まであって、それはまだ触ってないです。デビルマンレディとか、はい、デビルマンサーガの話じゃないです。あ、そうなんですか。ちゃんとした続編あるんですよ。あるんですか。実はデビルマンって漫画が終わった後にマガジンとあと漫画娯楽っていう雑誌に、その漫画っていうのはバイオレンスジャックっていうんですけど、はい、マジンガー Z とか、はい、キューティーハニーとか、うん、ドロレンマ君とかみんな出てくるんですよ。なんだっけ、関東大震災みたいな特別なその地震で日本が壊滅した後の世界、うん、北斗の拳とかマッドマックスっていう映画が放映されるより前なんですよ。へーに、もう世紀末をやったんですね、うん、でその中でそのいろんなキャラクターが出てくるから、はい、読者も普通に読むじゃないですか、うん、あ、長いゴーワールドの集大成なんだ、うんうんうん、でアスカリオとかその牧村が出てくるんですよ。出てくるんだけれども、あのスラムキングとかっていうそのラスボスみたいなのがいて、はい、そこの、支配するバーで2人とも働いてる、はい、あ、まあ何でしょう、サタンじゃないですか、はい、サタンが普通にポンって出てて、はい、脱走しようとするんだけれども捕まっちゃって、はい、人犬って言って、はい、両腕両足切られて、うん、そこを杭を打たれて、うん、犬みたいに舌の中で喋る、うん、でペットで飼われているっていう衝撃の登場の仕方です、うん、なんてパラレルワールドか、うん、っていう風に読んでるわけです、うん、巨大な男バイオレンスジャックがどん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 その悪者たちを倒したりとか、うん、一番最後に分かるんです。バイオレンスジャックは実は不動明デビルマン、うん、まだ人間に可能性を感じたサタン、うん、アスカリョウ自体が仮の姿でずっと見た。なデビルマンの時間軸とはまた違うパラレルワールドで、いえ、続編です。続編として、はい、死滅した後の人類の世界観の中で、そうです。でそのバイオレンスジャックの一番最後は、うん、なんとなくその不動明と和解したような感じだと終わるんです。なるほど。つまりちゃんと終わってる。デビルマンだけそこまでクローズアップしてるし、うん、キューティーハニーとかマジンガー Z とか全部出てるんですよ、うん、マジンガー Z だってこう人みたいな空手黒黒人の空手家の上にこう肩車でドーンって乗ってパイルダウンみたいな感じで戦うんです、うん、ギャグ漫画じゃないですか。それがいきなりスラムキングっていうボス対ダイオネクスジャックっていう構図なんですけど、スラムキングの正体も悪魔王ゼノンなんですよ。経営者の目線でデビルマンを語るとどんな作品、うん、そう、経営者とか向けに言うんだったらどんなに企業理念だとか志だって言ってもあなたの本当の心の奥底に潜んでいる闇って何ですかっていうところまで見ないと、綺麗事で志とか理念とか言ってたところで表面取り繕って他人をマウンティングするための材料でしょっていう結論になっちゃうんですよね、うんうん、まあ、デビルマンをこう読んだことある人なのであれば、今自分がやってることと今自分が判断したことっていうのがどっちサイドの判断をしたかっていうのをこう比べる、うん、確かめるためのインジケーターになるかもしれないです、うんうん、多分デビルマンからインスピレーションを受けて、はい、ゴッドサイダー懐かしい、なんだっけ、牧浩二、はい、帰国霊気とか出てくる、はいはい、あれが多分影響を受けてますよね。あれは影響を受けてますよね、うん、懐かしい。デビルマンでもあのエンディングっていろんなバージョンが出ても一緒、はい、最終的に岩場の上でサタンの横にアキラもいて、うん、2人でこう話してるんだけど、うん、見開きになるとアキラの半身がない、うん、アキラが死んでるっていう、うん、終わりが進むのはもう変わらないエンディングっていうところで、
もう結末が決まってる話だし、その途中の経過っていうのは圧倒的な絶望感、自分の人生であそこまでの絶望感って味わうことないと思うし、そうなっちゃいけないと思うんですよ。じゃあ今回はここまで。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー、コメント欄にこんなゲームとか漫画を取り上げてほしいって書いていただけたら嬉しいです。ではまた。